こんにちは、です。今日は金玉の日ですね。金玉最強ミドルシューターということで、キック力95以上で決定力80以上の選手を見ていきましょう。一人目は復帰。キック力99、決定力85、フィジコンは94ありますね。シュート系スキルはコンカーとドロップシュート。キック力乾燥の選手はほとんどいないんで、貴重すぎる選手になってます。ルスラン・マリノフスキ。キック力は96、決定力は82。決定力は低めではあるんですけど、ミドルシュートとか無回転とかシュート系スキル持ってるんで、まあ、そこでカバーしてくれそうですね。他で言うと、フライパスだったり、プレスキックも高めなんで、まあ、そこもいいですね。最後は、メイソン・グリーンウッド。キック力は95で、決定力93。まあ、ミドルシュート持ってるんで、まあ、枠に結構飛びそうですね。まあ、キック力だけじゃなくて、まあ、ドリブル能力、スピードとか、他の能力も優秀で、まあ、使い勝手のいい選手になってますね。今回は、金玉最強ミドルシューターを見てきました。以上であります。また会いましょう。バイバイ。